お疲れ。お疲れ様です。何今日こんなところで集合して。いやなんか景色綺麗だし、こういうところで撮れたらどうかなと思って。なんか考えてるプランは。まあ簡単になんですけど、うん、まあそれでいい絵が撮れたらそれはそれで面白いかなって。ロミヒは？いやまだ来てないっぽいんですよね。あいついつも遅いな。やる気あんのかよ。いやいやいや、まあ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 いいんじゃないですか。それがロミヒさんらしいですし。かばうの？いやいやいや、それは仲間だからかばうでしょう。よし、お疲れ。おはようございます。遅いよお前いつも。悪い悪い。はい、うん、ちょっと横断歩道の土地でさ、年寄りが倒れちゃって助けてたんだよ、ね。ああ、うん、なるほど。そうそうそう、やっぱ優しいっすね。いや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 。毎週ここで YouTube 撮影に参加しているんだけど、最近一緒に撮影しているロミヒさんの存在が気になって仕方がない。俺の名前はロミヒ。毎週毎週この撮影がかったらくて仕方がない。ポコのメンバーだ。今日もどうせくだらねえ撮影するんだろうな。最近ヒューガの様子がおかしくて、キモい。俺の名前はターミン。毎回こいつらのやる気のなさには腹が立つ。ロミヒーは遅刻してくるし、ヒューガの様子は最近おかしいし、撮影する気あんのかこいつら。今日の撮影決まってんの？あーはい、だいたいいわ。あーそう。はい。ちょっとさ、俺撮影前にジュース買ってくるわ。は？あーじゃあ自分も一緒に行こうかな。うん、いい、全然一人で行けるから。いやいや、一緒に行きましょうよ。来る前に買ってから来いよ。やる気あんのかよ。喉乾いちゃったんですよね。いいね、もう一緒に来んの。はい。いや、何飲みます？何飲もうかな。やっぱドレカミンサロングかな。あ、いいっすよね。あ、いいっすよね。あ、いいっすよね。うわ、うわ、なんだよ。ごめんなさい。いやでもドレカミいいっすよね。だいたいお金入れてないだろお前。あ、確かに。うわ、触っちゃった。一生手洗わねえぞ。今日はこの指で。なんだよこいつ。気持ち悪いな。はあ、こんねえかな。かったり。遅えよお前。おい、いつまでかかってんだよ。いや違えんだよこいつ。一緒に買いに行ってんのに何も買わねえんだぜ。いえ、なんか飲みたいなと思うやつがなくて。何しに来たんだよ。いやなんか買おうかなと思ったけど好みの飲み物がなくて。何しに行ったんだよヒューガー。お前今日の企画説明してじゃあ。あ、今回の企画なんですけど、あのロミヒーさんと二人でこの公園を散策するっていう企画なんですけど、いかがですかね。は、何それ、何そのクソみたいな企画。企画のアクセントとして、あの公園でデートじゃない、あの散策するときにロミヒさんと手をつないでし、うん、なんだよお前。いやいやっていうのはどうかなと。何度かお前と手つなげないといけないんだよ。ちょっと、激しいな。おい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 。トイレ行ってきます。なんかあいつ最近様子おかしくね。
いつ遅えな、もう30分経ってんぜ。すいません、お待たせしました。遅いなお前あ、いえいえ、ごめんなさい、ちょっとあのトイレ探すのに時間かかっちゃって。いや何やってんの、お前しこってたんじゃない。いや、あの、いやそんなことないじゃないですか。触んなよまあ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 、まあ、じゃあ、うん、どうします、撮ります。で、今日の企画。あ、そうです、そうです。で、あの、ね、2人、はい、うん、公園散歩で、うん、手をつないでみたいな。手なんかつながねえよ。いや、そっちの方が。なんで俺がお前と手つながなきゃいけねえんだよ。いやいやいや、俺の企画やってくれるって言ってくださったじゃないですか。いや、手つながなんて嫌だよ、俺そんなの。いや、でも企画ですよ。いや、そんな趣味ねえし。いや、趣味とかじゃなくて、まあ、こういう動画です、みたいな感じじゃないですか。いや、そんなになったら俺、もう帰るわ。え、ちょっと、悪いな、ターミーも。ちょ、ヒューガーも悪いな、俺帰る。いやいやいや、あの、ちょっと呼び戻してきます。待ってくださいよ。ロビーさん、ヒューガがロムヒーに恋をしていたことは間違いない。だがロムヒーはそれ以上にヒューガを愛していたのではないだろうか。そうでなければあのような行動ができるはずはないであろう。ロミヒーなき今、その答えは誰にもわからない。